チャナマサラとは、ひよこ豆を主要食材として作られるパンジャーブ料理の一つである。汁気は少なく、辛味と酸味を持つことを特徴とする。なお、日本では、パンジャーブ風のひよこ豆の煮込み料理などと紹介されることもある。チャナマサラを皿に盛り付けたところ、レストランで出てきたチャナマサラ。チャナマサラの材料の例、チャナマサラのチャナとは、 ヒンドスターニー語でひよこ豆を意味する。また、マサラとは、南アジア地域一帯に見られる、香辛料の混合物の総称である。このような名称の通り、チャナマサラには、ひよこ豆と複数種の香辛料を主要食材として用いる。なお、ひよこ豆の他にチャナマサラに使用される食材としては、例えば、玉ねぎ、刻んだトマト、コリアンダーの種子、ニンニク、 唐辛子、生姜、乾燥させて、粉状にした、マンゴー、砕いたザクロの種子、ガラムマサラといったものが挙げられる。しかし、レシピが統一されているわけではなく、主要食材を用いることを除くと、地域や料理人によって差が見られる。なお、パンジャーブ料理の代表的な献立の一つに、クルチャと共に茶ナマサラを食べるという献立が存在する。このか。 茶ナまさらを材料の一つとして使用する料理として、朝礼はトゥーレイが挙げられる。ありがとうございます。